バイエルン国王の紋章バイエルン国王は、1806年から1918年まで、バイエルン王国を統治した、ビッテルスバッフ派家の君主の世襲の称号である。約1000年以上前に、カロリング朝下でのバイエルン王国が存在したので、これは2番目の王国ということになる。バイエルン王冠1805年12月26日に、フランス皇帝ナポレオン一世と神聖ローマ皇帝。 フランツ2世との間で、プレスブルク条約が結ばれ、ナポレオンと同盟していた、いくつかの公国、選定公国は王国への昇格を認められた。その中の一人であるバイエルン選定公、マクシミリアン4世は1806年1月1日に、バイエルン国王マクシミリアン1世と称した。マクシミリアン1世は、プファルツ系ビッテルスバッハ家の支流である。 プファルツツバイブリュックケンビルケンフェルト家の出身であった。マクシミリアン一世や後継者たちはドイツナショナリズムに抵抗し、プロイセイやオーストリアに脅かされるドイツ連邦の諸法の指導者として第三極的立場にあった。広島戦争では宗教的なつながりからオーストリア側について敗れ、ルートビヒ二世はプロイセンと同盟を結んだ。 1870年11月23日の条約でバイエルンは新生ドイツ帝国に統合されたが、比較的自治が認められた。バイエルン国王は独自の称号、外交権、国軍を有していた。第一次世界大戦末期の1918年にドイツ皇帝が廃されると、最後の国王ルートビヒ三世は退位した。なお、バイエルン王の称号はしばしばカロリング朝の君主も、 用いていた。詳しくは、バイエルンの君主一覧を参照。ありがとうございます。